さんこんばんは、リサです。今日動画で紹介していくのはクレンジングなんですけど、私いろいろデパコスのものからプチプラのものまで一番実際に買ってみて試すことが多いのがクレンジングなんですけど、使ってみてまた良かったクレンジングがあったので今日はそちらを紹介していこうと思います。それがこちら、じゃーん、ラチェスカのミルククレンジングです。こんな感じですね。ポンプ式のミルククレンジングです。なんか改めてね、ミルククレンジングって本当進化したなと思って、昔は本当にウォータープルーフのねバチバチのマスカラだったりとか、あとティントね、こういうのは結構残っちゃうなっていうのが多かったかなと思うんだけど、このミルククレンジングは本当によく落ちます。よく落ちてくれて、そしてしっとりもしてくれて、プチプラっていうところもすごくいいので、今回は今出したようにウォータープルーフのねバチバチのマスカラだったりとか、あとはティント実際に塗ってみて落ち具合を見てみようと思います。こう私が知ってる中では一番カールキープ力があって落ちにくくて細くて塗りやすいっていうね、好きなんだけどやっぱ落としにくさがあって、こう毎日使いしてるタイプじゃないマスカラなんですけど、しっかり塗っていこうと思います。こんな感じでマスカラ今しっかり塗りました。最近お気に入りのティントをバッチリ塗ります。はい、ティントバッチリ塗りました。今マスカラ超バッチリ塗ったのと、あとティントもかなり濃いめにしっかりつけてみました。じゃあね、さっき紹介したこちらのクレンジングを実際に馴染ませてやっていこうと思います。ティントもなんだけど、このマスカラオイルでも結構落としづらかった、めっちゃ強めのマスカラなんで、落ちるかな落ちるかな、はい、やっていきます。じゃあね、出していこうと思います。こんな感じですね、中出してみると。私はちょっとこうやって手で温めたりしながら使った方がより落ちが良くなるかなと思って、そんな感じで使います。そしたらちょっと乗せていきます。たっぷりと、いやーマスカラちゃんと落ちるかな、なじませていきます。じゃあちょっとコットンでオフしてみようと思います。普段はね洗い流してるんだけど、ちょっとここでやるの大変だから、じゃあいきますよ。見て、わかるかなこれで、はい、こんな感じでドロドロになったんですけど、なじませたら本当にちゃんと落ちてますよね。これ本当に私が持ってるマスカラの中で多分1番か2番目ぐらいに本当に落ちないやつで、本当にこう落ちたくない時、にじみたくない時とかにこう使うっていうマスカラなんですけど、今までこれをねミルククレンジングで落とそうとまず試みたことがないんだけど、驚き、本当に超ちゃんと落ちてる。ほら左右さ比べて比べて、バッチバチちゃんと落ちてます、すごい。そうしたら次リップ、いやティントって結構皮の部分に残るよね、ふんふんふん、超浮いてきてる。はい、じゃあ取ってみたいと思います。じゃあ拭き取ってみたいと思います。はい、わかるかな、こんな感じでしっかり落ちてます。結構私もともとリップに色があるタイプだから伝わりづらいかもなんですけど、しっかり落ちてます。でね、なかってないね、こういう内側のとかとかも。でこれね、ちゃんとティントですね、これだと落ちないけどちゃんとミルククレンジングで落ちました。落ちにくいって言われてる2つが落とせるのってめっちゃいいですよね。専用でティントのクレンジングとかも持ってるんだけど、これはちゃんと落ちるし、そしてねミルククレンジングっていうところがやっぱねいいよね。そしたら全顔落としていこうと思います。ちょっとたっぷりめにつけてマッサージしながら落としたりとか私はやってます。落ちは本当にオイルクレンジングなんじゃないかなって思うぐらいめっちゃいいです。しっかり落ちます。はい、こんな感じでくるくるしてやっていったので、ちょっと洗い流していきたいと思います。洗い上がりはこんな感じです。つるっとしっかり落ちた感が伝わりますか、伝わります。で洗い上がった感じすごいねしっとりしてて、特にね肌が乾燥してる冬場とかに良さそうな感じです。
突っ張る感じとかは本当に全然なくて、なんかスキンケアして塗ったんじゃないのかなっていうぐらいしっとりしてます。でもこれは本当にそうで、今まで使ったミルククレンジングの中で一番洗い上がりがしっとりなタイプです。で、なんとこれいい点はこちら、濡れた手で使って OK です。だからお風呂場で置いて使うこともできるし、あとね、マツエクにも使えます。で、なんかね、すごい毛穴とかもすっきりしてる。でもね、キュキュっていうんじゃなくてしっとりしてるから、なんかすごい不思議な感じです。ミルククレンジングでこのしっとりな洗い上がりが初なの、私史上。このクレンジングなんだけど、その後の洗顔は不要です。で、洗顔不要だから、めちゃくちゃ疲れて家に帰ってきた時とか、メイクだけをこうなんとか落として寝よう、それだけを頑張ろうっていうテンションの時とか、ほんとありがたいです。しかもこれがなんとプチプラなんで、税込みでね1080円なの。なんか本当にこれは年々私が思うことなんだけど、いいスキンケアとか高いものとかを買って使っても、本当にちゃんと落とせてないと意味ないし、全然入ってかないから、プチプラなのにしっかり落とせてよくて、こう洗い上がりがしっとりしたタイプも結構好きなので、ミルクってすごいいいですよね。しかも無着色、アルコールフリーで肌に優しいです。はい、というわけで今回はまたいいなって思えるミルククレンジングに出会えたんだけど、プチプラかつどこでもやっぱ入手できるっていうのはすごくいいかなと思うので、クレンジング何使おうかなって悩んでる人がいたら、詳細については概要欄に貼っておくので、そちらからチェックしてみてください。本当になんか今まで使ったミルククレンジングの中で一番こう洗い上がりがしっとりする感じがしたので、しっとりした洗い上がりが好きな人にはおすすめです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。